これから石原知事の定例会見を始めます。知事、よろしくお願いします。はい、私から申し上げることは今日ございません。質問があったらどうぞ。どうぞ。日本経済新聞、原田です。環境確保条例の件を教えてください。先般、CO2 削減を義務化するということで成立したんですけれども、一方で国とかですね、それから他の多くの自治体ではなかなか東京都のような動きまで行ってないんですけれども、知事としてどのようなことを今後期待されますか。いや、だからやっぱりね、その東京と同じような文明史観、それにのっとったね、やっぱり環境に関する危機感を持ってもらうとね、とにかく指揮者が言ってるみたいに、そのね、5年無に過ぎたらチッピングポイント、つまりポイントオブノーリターンを過ぎちゃうわけですから、5年先に条例ができたんじゃ遅いわけでね、やっぱり具体的にですね、政策を講じていかないと、これ食い止めなかったらですね、我々生きてる間は持つかもしれないけども、子孫の代々で人類のですね、生存に関わる、それを左右する問題が起こってくるわけですから、やっぱりヨーロッパのようなね、先進国、同じ見識を持って同じ機関を持って、対処しているわけです。日本だけが遅れていいわけはないし、日本もですね、先進国の一つであるし、進んだ技術を持っている国ですからですね、やっぱり、総理がね、あえて単価を切るのは結構だけどね、その 50% を 60% 削減するために何をするかということを決めていかなかったら、とても間に合わないんじゃないかと思います。他の自治体に対してはどうでしょうか。埼玉県が連携するというようなことを打ち出してますけれど、埼玉県連携してくれる、義務化まではいかないんですけど、目標値を作ってですね、都と連携したいというようなことを言われているようですけど、それは今まで一緒に、ね、大気汚染なんかも広域要請で一緒にやってきましたからね、できればですね、排気ガス規制やった神奈川県も千葉県もで一緒にですね、首都圏としてやれば随分やっぱり大きな引き金になると思うんで、それは埼玉県の動きを歓迎しますしね、やっぱり、ある程度規則を作って進まないと、なかなか実行というもの、実行性というのは現れてこないと思います。私は。フジテレビの丸山です。昨日なんですが、太陽熱を利用した温熱機やソーラーシステムなどをですね、グリーン電力証書に変えていこうというような検討会を東京都の方が、設置したようなんですが、まずそれについて知事のお考えを。いや、詳しくまで聞いてませんがね、いずれにしろその太陽熱の利用というのも今までやってきたし、それに関する技術は日本一番進んでいるものの一つでしょうけども、その実際にそれをですね、実用するなんていうのかな、総量というのは持っている技術の割に増えてないんでね、そういうものを促進することは必要だと思いますし、条例に加えてですね、やっぱりその代替エネルギーというのかな、そういったものをね、活用する、そういう姿勢が普遍化していけばコストも安くなるわけですからね。とにかくお日様の光はただなんだから、そういう点ではね、そういう協議会で具体的にですね、そういう方法をいかに普遍化していくかということの、結局インセンティブをつける、援助も しろというようなことになるかもしれないけども、これまたやっぱりそれに対する支出とですね、上がってくる効果というものを換算するとなかなか難しいけどね、タイムスパンが長いから。でもやっぱり大きな主題の一つはすでに技術を持っているわけですから、日本は。2年後の、環境条例の実施になったときに、排出量取引としてもその一般家庭で使った分を買い取り、排出量その取引として使えるのではないかということも、考えているみたいなので、それはあり得ると思いますね。でやっぱりそれはね、その具体策としてね、検討に当たりするものだと思います。はい、ありがとうございます。どうぞ。テレビ朝日の荒木です。先般ですね、知事が特定失踪者問題調査会の方で
あの北朝鮮の拉致被害者に向けてあの訴えられたあのラジオの収録なんですが、その後あのそのラジオを放送したところ北朝鮮側からあのその知事の放送に合わせて妨害電波が発せられたということなんですが、これについて知事どのようにお考えでしょうか。今そうですよ、あの、ね、ですから、ね、総務省は珍しく、ね、あの団体にです、ね、2つの波を許してくれましてね、でこっちが妨害されたらこっちに切り替えるという形でやってきたようですけども、あのそういうことをもう少しみんなで、ね、周知した方がいいんじゃないかな。アメリカはああいう形で、ね、結局逃げちゃった、うん、それがアメリカのどういう利益につながるか私はよくわからないけども、まあ、依然として、ね、拉致の問題は残っているわけですし、ね、それからやっぱりこの問題について、ね、北朝鮮が非常に固くな姿勢というか後ろめたさを感じているからこそ、ね、その私に限らず、ね、あの局から出す短波放送にです、ね、向こうにいるその不当に拉致された日本人がそれを聞かないようにです、ね、妨害を講じるということは、まあ、彼らの要するにやったことを自分で証明していることになるんじゃないでしょうか。あのまあ、今知事も少しお話にありましたが、あの昨日ブッシュ大統領があのテロ支援国家指定を解除しましたけれども、それについてはいかがでしょうか。いや私は非常に不満ですね。つまり日本の外交がいかに弱いかね、いかに言いなりになっているか、これでまたその核の問題がね、うやむやになったってことが分かった時点でアメリカはどう反省するか、その時にそれに盲従した日本の政府がですね、それに対してそのどういう責任を表示するかってのは、まあそれで眺めてざまみろってことじゃ済まないことだからね。これやっぱりまたとにかくその我々の同胞が脱出されて取られているその奪還がそれだけ遅れるってことですからね、それに対するやっぱり国の政府の責任ってあると思いますよ。あの実際にあの拉致被害者の家族の方とも知事何度かお会いになっていると思いますが、その家族の方に対してはどのようにお感じられてますか。いやですから私あの時の放送にこうなるだろうという想像ありましたから、私も情報を取ってて、アメリカの国務省もね、その今の政権がレームダックになってきてるんでね、その非常に情報の流通が悪くて国務省のですね、そのスタンスというか傾向が文書に通じてないんじゃないかという見方もあった。結局まあそれはやっぱり一つの政府ですからね、大統領を無視してね、その国務省が先走るわけにいかない。ライスとズプシュの関係はどんなもんか知りませんけども、ある信頼関係があるんでしょう。でも結局ね、結果こういうことになった。でアメリカが拉致問題については忘れませんよ忘れませんよと猫の声で言ってもらってもだね、なも誰も満足しないしね、その被害者の家族の方だけじゃなしに日本人全体が非常に今度は本当に不本意な思いをしているでしょうね。またしてもつまりこういうことになったかっていうね、日米関係に決してこれいい影響を与えないと思う。それからアメリカのやっぱり国としてのプレスよりも下がるんじゃないですか。つまりやっぱり国力が衰退してきたからね、もう八方手尽くしてとにかく尽くしきれないということで一つだけ手を向こうということでね、あの当面北朝鮮がねラディカルにもの動いたわけじゃないし、まあその限りでですね、そのアメリカはまあ一つどうでしょうね、厄介な意思をこう潰してかかったんだろうけども、さてこれから先はですな、その、まあ、アメリカの北朝鮮に対する認識と中東地域におけるね、その事態の認識っていうのはどちらが比重がどういうふうに軽いか重いかってことはつまびらかにしませんが、まあおのずと分かることだけども、これからまあイランのような問題をね、アメリカどのような形でね対処するのか、まあイスラエルがですねその代わりを務めるのかこれ分からないけども、とにかくまあ、あのこの問題からアメリカ手を引いて抜いたと、つまり日本は無視されたということでしょうな。これ本当に私たちはその問題について忘れませんが、誰でも言えるんだからそんなことは。じゃあ忘れないならどうするかって言ったら、忘れない限りやっぱりこんな時点でね、あの程度のなんか条件緩和でね、テロ国家の指定を解除するってのはそれは日本人にとっても非常に不本意でしょう。さあ極端なことで言うとバサッと思い切って向こうが全て拉致してる日本人を戻してくれればまた話は別だろうけども、国の面使いってそんなこととてもできやしないだろうさ。現に私が言ってることに妨害の電波出してるわけだから。はい、はい、それじゃあ、どうぞ。新宿新聞の北です。新宿の歌舞伎町のことでちょっとお尋ねしたいんですが、
歌舞伎町は今あの駒劇場だとかああいうのが12月に監査されてしまうわけですね。中央部分がだいぶさびれてくるというふうなことになるわけですけれども、竹花副知事の時代にですね、歌舞伎町は風俗営業を相当取り締まったわけですね。それで現在、その影響で、歌舞伎町が少し寂しくなってきているという、繁華街の状況が生まれているんですけれども、知事はですね、この繁華街の在り方としてはですね、こういう風俗営業との一線はどこまで引くべきなのかとかですね、それから今後その歌舞伎町を再生するためには例えばカジノ特区を持ってくるとか、なんかそういうふうな案がありましたらですね、ないね、教えていただきたい。新宿の方が新宿の人が考えればいいんでね、あなたもその新宿独特の新聞やってらっしゃるのはそっちの方から知恵出してきてもらいたいよ。それはそれで、まあやっぱりその繁華街ってのは繁華にその栄えることに越したことはないですけどね、その要因の一つでの風俗営業というものが1000、2000を超えてですね、治安そのものにもですね影響してくるようなことになれば、これはやっぱり取り締めは当然じゃないでしょうか。私は竹花君がやったことは正しいと思うしですね、歌舞伎町が随分様相が変わったというのは結構なことになります。ですから今までの形を存続するんじゃなくて違う形の繁栄というのを考えるのはやっぱりその土地土地のねですよね、そこに住んでるそこで仕事してる人たちの問題じゃないでしょうかね。いいアイデアが出てきたらこちらでもいくらでもですね、お手伝いしますけども、それからカジノの問題はね、これはまあ国で今考えてるみたいですがね、相変わらず進展が遅くてね、これはもう国そのものがやっぱり法律を構えて変えなかったらですねどうにもなりません。それはやっぱり随分あったら効果あると思う節があるけども、もう言い続けてきたけどもですね、さっぱり物は進まないね。この頃はインターネットを使ったカジノが随分流行っててね、この間聞いたらですね、ある人がバカラやってえらい儲けて払い込みが遅いんで国際弁護士使ってフォローしたら、なんと胴元はパプアニューギニアだったんですよ。そういう時代なんだから日本の政府もちょっと頭を切り替えてね、物を考えたらいいと思う。何もねマカオのような繁栄をですね日本にもということは言わない。だけどしかしやっぱり一つの新しい風俗としてね、それからそれがやっぱり付帯してですね、なんて言うんでしょうね、いろんな才能も育てる、つまりそれに付随したですねそのアミューズメントってものは多岐にわたるわけだから、まあやっぱり総理大臣がマカオで行って見聞してくるんだね。そうすると、こんなことは日本でできるぞと思うかもしれない、思わないかもしれない。はい、どうぞ。朝日新聞の奥間です。学校の耐震化についてなんですが、先の議会で公立私立を問わず独自の支援といった趣旨の答弁をされてましたけども、それは私立に対しても何らかの補助金の積み増しなり何なりそういう財政的な措置も、視野には入っているんでしょうか。そこまでは踏み込んで考えてませんが、やっぱりその私立は私立でですね、その市営の一つのなんか、まあ、教育機関である同時にある営利も、考えて運営されているわけですからね、その経営者たちがね、その経営者の責任として耐震化の問題をどうです自覚するかということがまず大事だし、とにかく最低限ですね、その自分の施設というものがどれだけの強度性を持っているかということをやっぱり専門家に調べてもらう、そこで、この問題に対する自覚ができていくんじゃないでしょうか。それが援助はしますけどね、督促もしますけども。はい、はい、それじゃあ。